what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada! Ada! Perfect. Chop Daju. Same as ever. 領主の間に向かう。皆さんこんにちは、ミカミックスです。では、バイオハザード RE4 チャプター10やっていきたいと思います。サファイアが怒ってる。あれで倒したからかな。ちょっと一回武器商人のところ行って、新しいのが入った。ストライカー、強9、素材 S、素材でロケラン、あ、そっか、ロケラン買えってことか。でもボディアーマー、あ、安くなってる。顔、あ、強化手榴弾、マグナムの弾、まあマグナムまだ使ってないからな。ボディアーマーちょっと買うか、安くなってるし、なんか売れば大丈夫でしょう。で、あと何をやりたかったのかっていうと、これをやりたかった。チャームをちょっとつけますか。まあ、ここであまり時間取ってもしょうがないんで、なんか難しくなってんのかな。チン、ハンドガン、はい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 、待って、はいはいはい、でリロード、一緒か、なんかわかんねえな。ドンドン、めちゃくちゃこれ上に行くな。ドンドンドン、ちょっと待って、ドンドンドン、あ、外した、一匹外したな。あ、これ一緒だな、多分真ん中にダイナマイトが来るんで、A、銀のトークン2つっていう感じでやって、一回回すか。ちょっと待って、2つ、3つ必要、回すのに。ちょ、もう1個手に入れなきゃダメだ。これ、金のトークン入れるとレアな景品が出やすい。なるほど。でも、銀ちょっと3つ入れちゃおう。ガッチャ。で出てきて、鎖蛇の回復量 30% アップ。コモン、コモンって大したあれじゃないよね。でこれくっつけると、まあこういう効果が得られるんで、まあつけておいた方がいいかなっていう感じです。まあ少し、じゃあやろうかな。じゃあちょっと金塊売るでしょ、まず。でボディアーマーやっぱ買おう。OK。強化手榴弾も欲しいな。素材 L、ガンパウダー。1万2000円か。売るものとしてあともうこれしかないかな。とりあえず作るか。丸と四角か。高いやつでいく？丸、四角、ボーナス 1.1。いや、1.1 ででもこれ使っちゃうの、じゃあもったいないか。安い系でいいか。これでいくら？
これが3000か。高いやつ、いっぱい宝石やって高いボーナスつけた方が多分いいよね。2からボーナスでプラス8000の 1.1、 9000足す8000の 1.1 ってこと？計算式がいまいち分かんないな。9000足す8000かけ 1.1 でいいのかな。ちょっと計算してみよう。109000足す8000かけ 1.1 で18700。あ、そうだ、そういう計算式だな。じゃあちょっと一回これでも売っちゃおうもん。はい、で99スプレーぶっちゃけ欲しい。で強化手榴弾、まあ、マグナムも一応ちょっと作れるよね。そっか、1個ずつ買っとく。1、2、あー、いや買おう。あとガンパウダーか。ガンパウダーってトレードで変えられたよね。とはいえ、とはいえ、あとこれか。これ2つ交換して、あ、ここにもガンパウダーあんじゃん。3か。レッドベリルって高いやつ？いくらだこれ？ここに、あ、9000。あ、高いやつだわ多分。不景気なこったな。まあ、じゃあ一旦これでいいか。いや、救急スプレーもう一個欲しい気がするけど、まあ、まあまあまあ、ちょっと一旦これで。ボディアーマー着てるね多分。で、こっから来て、で、どこ行くんだ次。食堂行ってもしょうがないし、書庫とかどうなの？多分行けるよね。あ、思い出した。ちょっとまた戻っちゃって。あれなんだけど、ここに、どこだ？あ、これこれこれ、多分開けられるよね。ある、立方体オブジェ。いちいち回転させなきゃいけないのこれ。え、超めんどくせえ。え、右開けなきゃいけない。右開けて下こうか。何がある？あれ、今帰ってきた。今立方体オブジェ帰ってきてる。お、すげえ。じゃあ取りに行けるわ。陽光町のランプ、これ普通に売れるでしょ。いくらで売れる？あ、これもあれか、3つか。あ、でも6000円か元値が。ちょっと置いておきますか。で、こっちに行ってどこだ、なんか置いてあんな。残忍な騎士、特殊な変異を起こした騎士の化け物、強靭だ。一刀両断された強個体の撃破、霊狼スピネル8。スピネル8はでかいけどちょっと怖えな。霊狼に行けってことか。やっぱり霊狼って、ああ、残忍な騎士いる。ギミックトレジャー、あれ、ここは普通のトレジャーか。え、行きたくねえんだけど。でもまあ戻れるよっていうことではあるんだな多分。こっちから来て、こっち行って、あ、ハンドガンの弾がある。あれ回収だけしてこう。ちょっと一応他ちゃんと見るか。なさそうだな。で、あの扉は、ちょっと待って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 、行った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 。ボディアーマー壊れた。あ、もう一匹いんの。開かない、開かないし、これはもうナイフを使ってこう。あ、倒した。キモ。こっちか。じゃあもう早速だって体力ねえもん。通過を、いやもう仕方だなこれ。あの、行って、ボディアーマーの効果ついてる。開けろ。よしよしよし。で、ガチャ、ライフル、ここはある。おお、スプレーめちゃくちゃ助かる。え、何これ、あっちへ行けってこと？外には行けないよね多分。ここはない。
ラモン様より名誉ある任を司れる虫の高み、人の血液を黒い水に置き換える実験、母体がその鍵、無垢なる命はたやすく黒い水に染まり得る U2、 新たな生物。 U2 の擬態の技を称賛され、見えざるものノビスタドール、いやめんどくさそうだな。リヘララドールとかもいたよね。なんかめっちゃ広いと思ってきたけど、ガンパウダー、ハンドガンからの、どここれ、あ、舞台上、あれ舞台上に来いみたいなこと言ってなかったっけ。めんどっちいなぁ。なんかまた虫か、どこへ行けばいいんだ。このまま上登ればいいのか。こっちの方に階段があるっぽいけど、ん、どこだ。ちょっともうマジで全部シカトしたい。なんか変なところ来ちゃう。あ、いいや、あっち行くわ。はしごがあるから、あのはしご登ってこう。これ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 、いって、はしご中無敵じゃないのっていうね。閃光も打ちたくないしな。とりあえず落としとくか、下に。あ、落とう。あ、スイッチある、ガッチャ。ん、もう一個か、下に降りちゃおう。これなんか永遠に湧き出てくるか。あとどこだ。だからこっち側の方。いやもうすげえ減るんだけど。いやすっげえいっぱい、こんなのさ相手してらんないよねマジで。1個しかねえしちゃうと。いやいやいや、おい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 、無理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 。え、なんだこいつ、キモ個体だ。もうナイフも、まずどこへ行けばいいのかを確認しよう。あれ、これってさ戻ってきちゃってんな。あれ、こっから上行く、いやー上行ってかわせない。なんか緊急回避みたいなのがないからね。これ最初のとこか、最初のとこだったね。死んだ、最初のとこに戻ってきて死んだわ。ちょっともう一個のスイッチがどこにあるのか確認しよう。わかった、ここね。もう一個反対側だからそっちも押そう。降りられるか、くそ。いやマジこいつはだって全員相手に知らんねえだろ。でどこに置いてきた、ここか。で2つ目ガッチャってやって、開いたからそこでこうハブ使っちゃったからもうないんだよね。いって、降りてる間もか。どっち、こっち、ここか。もうダメ、ちょっと逃げよう。こっちは来れないでしょ。うるせえ、ショートナイフ。虫いる？いる、いっぱいいる。ちょ、無理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 。進んでいくしかない。あれ？またあれか。溜まってないんですよ、もう。ここに用意されてる。ハンドガンの弾が。あれ、もう一個ある？もしかして。どこだ？あれか？なんかすげえところに置いてあるけど、多分ボディアーマーの耐久値だいぶ減ってんな。もう3分の2くらいになっちゃってんな。めんどくせえやつがいんな、また。ミヒュー上等者じゃねえよ。
上等でも何でもないんだけど、手榴弾1個使うか。ドーン。どっちから来る？これ何？あ、閃光か。まあ、閃光はあってあれだからな。まずあんまりちょっと奥行かないで、音に反応するはずだから一体ずつ倒そう。蹴って、あれ釜持ちになった。早いな。来ました。もうめっちゃやってるわ。あ、痛い。てかね、ないよ、ない無理だよ。回復がないもんね。どうする？あ、ここに1個あったわ。全然わかんなかった。一回見回すか。じゃあ地形をうまくハンドガン。あ、いってババン。これ集めて手榴弾だな。強化手榴弾作れっかな。あいつ倒さないと無理か。来るか。来てんな。多分音に反応してくるんだな。来てる。ちょっと手榴弾をお持ちするか。簡易手榴弾。怖い。めっちゃ閃光が効くのかどうか。閃光は効かないよね、どう考えても。倒さないと無理なはず。で、クラフトで、これはマグナムか。マグナム投入か。あ、強化手榴弾12個も使うの。12個の価値があるか。と言われれば、なかなか難しいけど。なるべくでも、まとめて、吹き飛ばしたいよね。ショートナイフ。いいよ。シュート多分。疲れんな。おお、いった。来てるな、2人いるな。なんで分かるんだよ、俺の位置が。やってここにドン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 。そう、もう無理です。痛い。あいつは同時打ちしないか。強化手榴弾がある。もうどんどん使っていこう。お、同時打ちしてんじゃん。ドン。1体でも倒したいよ。邪魔。あ、倒した。あとはハンドガンで何かしたい。めっちゃ反応してる。あいつに殴りかかってる。こいつ頭かぶってるかな。一回ドンってやって、歩いてる分には大丈夫か。振り回してるだけだな。振ってくるんかい。ハーブ。これ2発使うかな。もう1個ずつハーブ使うしかねえよ。あいつまだいるし。邪魔する。あ、来てる。どうする？くっ。
や、痛い。引かねえんだけど。やばい、死ぬ。あと一発勝ったら死ぬ。あ、あれゴーンって鳴らせんな多分。倒した。崖プチなんだけど。一角獣の角。やばいやばいやばい。一角獣の角。もうあいつら、あいつの攻撃したら食らえないぞ。なんか投げてくれた。じゃあ投げてくれ。危ねえ。走れ、ね、もはや。なんでもいいからハーブを食う。あー、ここで多分一角獣の角2つ使うのか。ボルトは今更だな。ちょっとアイテム回収をするか。ガンパウダー、閃光手榴弾、あの金、あ、ここにも金があるか。金にもうちょっと早く気づければ。ハーブ、あ、ここにもあるじゃん。ハーブ赤、これはもうちょっと使っちゃおう。クラフトで。ラストワン、何が、あ、回復がってこと。あ、金がいっぱいあるな。いや、これをもっと有効活用するべきだった。そうすればもっと楽だったな。なるほど。まあ、でもしょうがない。ガッチャ。でも売ってるよね、商人のところに。まだ一応最悪、え、マグナム温存してるからなって思ったけど。お、めっちゃやられてる。エスリー、レオン、ストップ、ノー、ドントカムニークローサー、ユーハッド、ワッチアウト。うわ、プリーズドゥコンティニュー、マグナム、ドゥノットレシスト、マイディア。It serves only to make you suffer all the worse. Please, please. You sick! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. あれ、なんか一緒に起こってきた。すぎだろ。Hang in there, Ashley. I'm coming for you.死んでいる。先へ進めばいいかな。今どういう状況だ。もうショットガンはない。閃光が2つあるか。ガンパウダーが少ないんだよな。最悪ちょっともうライフルでやりきるか。ここにハーブが置いてあるのはありがたい。遠慮なくいただいていきます。どういう作りしてんだこれ。 Talk about sticking the landing.
この鎖は別に。なんだよまた謎の生物か。まあ、ここに人がいるとは思えないからな、そもそも。ショットガンないのがちょっと怖いな。でどっちへ進んでいけばいい。なんか戻ってね。いや走ろう、ガンガン走ろう。でこう来て奈落って書いてあった今。ん？緑の？なんだ？何あれ？こっから見ると小さくてよくわかんねえんだけど。いや、広っ。こここう行って。おお。なんだよ、意味わかんねえよ。しかとしよう。巨大なカエルみたいなやつ。待って、降りる。これ降りてどうするの。降りて先進んでる。あ、進んでるな。右か左か。まあいいや、こっちから行こう。あ、いるな。なるほど、そういうことね。かわせねえんだけど。あー、まあがマジで。逆忘れねえよ。いたら撃った方がいいってことかな。あの緑のが見えたら銃弾一発撃つべきか。投獄者の指揮、また一人死んだ。奈落の穴に放り込まれてから何日経つだろうか。食料は塔につき、なお出口は見つからない。飢えと渇きは耐え難いほどで、皆が地底にたまる黒い水を飲み始めた。最初の従者エルミニオだった。歩けぬほど衰弱していた彼が突如狂ったように暴れ出した。彼が動かなくなるまで二人が死んだ。もう黒い水は飲めない。最後まで死に抗っていたアベラルドも先ほど旅立った。私は皆の遺体を整え、彼らの魂の安堵を祈ることしかできない。神はこれほどの試しが必要ですか。これどうやって帰ったの。なんで核も持ってたの。こいつかくぼみのあるのか。あれこれどこ、え、どこ行けばいいのこれ。あれ俺どっから来た。ここから来たよね。ハーブ木、え、欲しい。あれどっからどう行けんだこれ。ここ行き止まり。あ、こっち行ける。壊せる。ドーン。いや久々黄色ハーブありがたいわマジで。使いたい。赤と混ぜてえな。赤があるまでちょっと我慢するか。おい。give me a break。 え、なった。ここはネズミ倒してもしょうがないもんね正直。まあもしかしたら害虫駆除もう一個あったかもしれないけど、ショットガンなのか。あ、ハーブ赤あんな。あと一発食らったらちょっとクラフト、緑黄色プラス赤がいけるはず。弾を込めとくか。まあ、3発でもだいぶありがたいからな。なんかいないかだけ確認しないと。あ、希望の光だ。前方に希望の光が見える。急げー。てかこいつなんでこんなとこにいんだよ。もう一番
こいつの位置がよくわからん。金1万円になったけど、ちょっと見るか。あ、改造じゃなくて修理したい。刃の耐久力、ボディアーマーをだから7000円もすんの。たっけえけど、ボディアーマーには多分助けられてんだな。あ、このくぼみのある王冠マジで最強の一品にしたい。養成長ランプ、どうやって見るんだっけ。ボーナスみたいなの組み合わせ、ボーナス一覧5色2倍、異なる5色のやつか。あ、じゃあもう一個必要だな。四角いやつが必要か。トレードで、なんかトレードならレッドビルだけか。うわー、難しいな。限定仕様ってさ、今更だけど、コンバットナイフ、あ、攻撃速度 1.5 倍か。ロケットランチャーもちょっとそろそろ欲しいな。っていうか救急スプレーが普通に欲しいな。丸々か、どうしよう。3つ使っちゃうか、これに。同色3つ、あ、でも1個ずつ入れられるか。1個ずつボーナスがいけんな。あれ、ちょっと待って、ここ 1.3 倍、まあいいや、ここに行こう。ちょっとで売ろう、26,000円。よし、だいぶ売った。救急スプレー買うわ。で、あとできるとすれば改造で、ハンドガンの威力アップが 2.1、 装填数、連射速度、あー、限定しようか。なるほど、確かに 1.5 倍になるとめちゃくちゃ強くなるよね。だって、てかさ、これが 1.5 倍になると異常な強さにならない。ライオットガン3万5000円もする。連射速度も重要だけどな、金がな。 3.7、 いや、たっけ。ちょっとマジで悩むわ。ちょっとマジで悩んだところで、ちょっとこう安息の地なんで、一旦ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ続きはまた次回やっていきます。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。